しおりのプロフィールはこちら。2008年から13年まで JFA アカデミー、6年間 JFA アカデミー。2013年6月にアイナク神戸に特別指定選手に登録されて、2013年からアイナク神戸一筋。もちろんアストもチームメイト。しおりが来た時どうだった？そう、一緒。だからしおりが指定選手で来てた時から見ててんけど、もうとにかくビルドアップが上手いなって、両足使えて、めちゃくちゃ落ち着いて最終ラインからビルドアップするなっていうのを思ってて、試合ではサイドバックとかもやってんやんか。でサイドバックからもう綺麗に組み立ててって、後ろからもうそんなオーバーラップして攻撃したんかっていう、するタイプではないけど、こう相手をいなすのが上手で、こう前にしっかりいいパスをつけてくれるっていう、もうそれは入ってきた当初から今も変わってない。すごいビルドアップの能力はめっちゃ高いって思う。結構さ、似てるって言われるじゃん。もう人間性的なチームメイトとしてさ関わったのか。そうそうそう。どう？性格とかは？性格とかは全く似てないやん。似てないと思う。はい。うちはどうぞ。成宮優衣にサクさんめっちゃおもろいってずっと言われてたのに、いやアイナク行って、しおりが一番面白い、2番目が面白いって言われて、どんだけ面白いんだろうと思って、練習参加行った時に言ったけど、クソおもろかった。クソ負けた負けた。何が面白かった？しおりのツッコミとかもそうだし、こう頭の回転早いなと思った。受け答えもそうだし、アスのが知るじゃん、アス性格。しおりはでもノリがすごい、振ったらやってくれる。確かに、そう、受け答えもしっかりしてるし、はい、そしたらしおりの勝手に自己紹介コーナー、イエーイ。得意なプレーはビルドアップ。醍醐味でしょ。そう、まさに3バックでね、所属チームでもやってるし、代表でもね3バックをやることが多いけど、やっぱビルドアップの上手い選手じゃないと3バックってこなせないからね。安定してるよな。なんかもうこういう波とかもないし、なんか常にいいパフォーマンスを出してるっていうイメージがある。確かに。次、あだ名はピグ。しおりピグ、これ知ってた？多分ピグレットのピグやと思う。多分ね、これあくまでもアスナの見解。これは聞こ、しおりに。聞こ。次、最近の趣味は？ネットフリックス。今時やね。ほんまやね。ほんで、はい、最近ネットフリックスで見ためちゃくちゃおすすめのやつ言っていい？その話関係なく。愛の里っていうさ、35歳以上から一緒に男女が暮らして恋愛リアリティショーみたいな。見ました。言うたら見ました。テレハの最高やんな。テレハの35歳以上、もはやもう60歳ぐらいの方いるみたいな。そう、シュール。そう、めっちゃおもろくなかった？おもろい。もうおもろすぎて一気に見ちゃってんけど。次。ペットわかってる？実家のウニ、ミニチュアダックス。おお、ダックスウニって名前やねんな。次、特技は？特にない。誰がナンバーワンや？誰がナンバーワンや？面白い人ナンバーワンなのに特にないわ。ごめん、わからんくて、ごめん。ピンときてなくて、うちが全部説明しちゃったから。やっぱり、何やって、特技。じゃあもう、アスが考えよう。しおりの特技は？わかった。しおりの特技？しおりの特技は、好き。北海道出身だから。勝手に考えた。勝手にね、もうそれでいこう。割とガチめで来る感じだったんだね。しおりの時はボケてくれると思ってた。ごめん、そこまで頭回らへんかった。次、アピールポイントは？割とポジティブ。割とでも明るいもんね、性格が。ほんま、誰とでもなんか隔てなく喋るって感じ。ほんと性格いいなって思うわ。ほんま。はい、しおりの勝手に自己紹介コーナー、これにて終了。しおり、ありがとう。そしてワールドカップ頑張ってー。